なあニノ、お前本当に結婚するのか？うん、もう決めたんだ。俺もいい歳だしね。それはみんな一緒だけどさ、嵐が活動している間は結婚はしないってなってたじゃん。でも活動休止すること自体は決まってるじゃん。それに結婚しないってのも明言されてたわけじゃないし。お前はリーダーがどんな思いで今活動しているのか分かってないのか？あれだけ何度も言葉を交わしたってのに。別に結婚するなとは言っていないんだよ。それ自体はめでたいことだし。でもなんでこのタイミングなのってみんな思ってる。もういいや。リーダー、なんで俺だけこんなに縛られなくちゃいけないんだ。早くやめたい。1999年に頂点目指す者たちという意味を込められて結成されたアイドルグループ嵐。日本はおろか海外でもその名を知らぬ者はいないだろう。そう言っても過言ではないほど彼らはグループ名の意味通りアイドルの頂点に君臨していた。調子はどうだお前ら。俺ら5人でお前らのこと幸せにしてやるよ。最高。コンサートはいつも超満員で、ファンクラブの会員数は現時点で300万人オーバーと、その存在の大きさは誰の目にも明らか。オリコンランキングなどでは毎年のように1位を獲得したり、そうそうたる賞をいくつも受賞したりと、打ち立てた偉業は数えきれぬほど存在している。それに加えて個々人の卓越したマルチな才能、世界的な俳優業から身近なバラエティまで幅広い分野で活躍するアイドルは他に見たことがない。俺的に嵐はバラエティだな。冠番組のほとんどが長寿番組だし、毎回毎回超面白い。何言ってんのよ、嵐はコンサートこそ最強。ドラマとかもいいけど、やっぱりあの特別な場所は大興奮せずにはいられないわ。こうして性別関係なく幅広い年齢層に愛される嵐。チームワークも完璧で、ファンたちは嵐を見るのをいつも楽しみにしていた。ただそんな幸せな時間は突如として消え去った。2019年1月27日、たくさんの話し合いを重ね、2020年12月31日をもって嵐としての活動を休止させていただくことになりました。予想だにしなかった嵐の活動休止宣言。日本、いや世界中が驚いたことだろう。しかしリーダーである大野は2014年の15周年ハワイ公演終了時頃からずっと待ち望んでいた。はあ、15周年も嵐やってきたのか。なんか燃え尽きちゃったな。自分のやりたいこともいろいろ出てきたし。達成感とともに現れた虚無感、それが芸能界に残る気持ちを切れさせるきっかけとなり、そして2015年に本格的に辞めたいと思うような事態が大野に起きた。それが10歳年下の元女優との同性愛報道だ。大野くんの裏切り者、恋人なんか作らないでよ。本当に申し訳ありません。彼女とはもう二度と会うことはございませんので。コンサートにて大野を責めるファン。ジャニーズは恋愛禁止ではないとはいえ絶対的なファンファースト。恋人や結婚はファンが一番減るものとして例外を除き、恋愛周りはいつも警告対象となっている。だから大野もその事務所の意向を汲み取り、彼女との絶縁宣言をしたのだった。大野さん、ああいったことは今後気をつけてくださいね。以前も熱愛報道されて大変な目にあったんですから。はい、俺は嵐のリーダーでファンのみんなをがっかりさせちゃいけない。でもこれは俺の人生だ。誰かのために俺の人生全てを捧げないとダメなのか。アイドルである限り恋愛すら自由にできない窮屈とした人生、それが大野を苦しめた。事務所辞めたいな。もともとデビュー前から事務所を何度も辞めると言っていた大野、それがジャニー北川の策によって半ばなし崩し的にデビューし、リーダーにまでなってしまったのが大野のアイドル人生の始まりだ。嵐の活動をしていくにつれて冷えた心に炎が灯ろうと、嫌気の方が増えてきたら辞めたかった頃の記憶を思い出す。そこでついに大野は2017年6月16日にメンバーに対して思いを打ち明けるのだった。俺、芸能界を離れて自由な生活がしたい。そのためなら事務所だって辞めるつもりだ。
ちょ、待って。リーダー、それ本気で考えてるの？ああ。引退後はずっと俺を支えてくれている彼女と一緒に生きていきたいんだ。確か10歳年下のシングルマザーだっけ？うん。これが最後の恋。そのために沖縄の離島の土地も手に入れてるよ。本気なんだね、リーダー。でもまあ、リーダーの気持ちはわからないでもないよ。俺たちみんな少なくとも休みたいって思いはあったから。その後、大野はメンバーや事務所の限られた上層部に何度も何度も相談していくことに。ただ、引退後の計画を立てていた大野にとって、引退の決意は非常に固かった。そんな決意を打ち砕いたのが事務所の藤島ジュリー恵子社長だ。大野、あんたが事務所を辞めることは絶対に許可しないから。そんな、俺はもう。それは分かっている。だからこうしよう。休止なら認める。その代わり事務所には残留してちょうだい。休止ですか。いくら今辞めたいと言っても、これまでずっと続けてきたんだ。もしかしたらまたやりたいと思うかもしれないでしょ？そういった時にすぐ戻ってこれるようにするのよ。メンバーたちも大野と離れたいなんて思っていないだろうし。まあ、それは。わかりました。では、休止でお願いします。一番の稼ぎ頭である嵐を解散させたくない事務所側と、芸能界から離れたい大野の気持ち。それの落としどころが活動休止。その後、メンバーと話し合いを重ねた末、20周年という区切りで活動休止が決断された。結果的に計画していた引退後の生活は頓挫したが、大野の思いは概ね叶えられるのだった。これでやっと自由になれる。みんなありがとう。休止したら1年後くらいに結婚するから。リーダー、幸せになってくれよ。リーダーが戻ってくるのを待っているから。活動休止が決定し、大野の心も少しは晴れていたことだろう。しかし、それにもすぐに陰りが差した。それが二宮の結婚だ。事務所の方針や意向を汲み取った結果、休止してからの結婚を決めていた大野にとって、二宮の結婚強行は許されるものではなかったことだろう。他のメンバーも大野の思いを知っていたからこそ憤慨し、この件であれだけ仲の良かったチームに亀裂が入ってしまうことに。しかもそんな中、ある事態が大野をまた苦しめた。大野さん、ごめんなさい。私たち別れましょう。え？まさかの一番愛していた女性との破局。彼女自身、一般人である自分とスーパーアイドルである大野との交際に大きな重圧を感じていたのかもしれない。もしくは自分がこれ以上大野の負担になることを避けるためか。何にせよ、大野の引退後の計画が頓挫していなければこのようなことにはならなかっただろう。大野の芸能界離れがこれらにより加速したはずだ。円満に見えた活動休止の裏側で起きていた殺伐とした現実。現在嵐は宣言通り休止しているが、大野にとって実質引退に近いのかもしれない。それほどまでに彼は今自由を謳歌している。ただそれでいいのではないだろうか。大野ももう40近い。彼の姿がもう見られなくなるかもしれないのは寂しいが、これまでスタイルに合わないがんじがらめの世界で生きてきたのだ。十分思い思いの人生を歩んでいいだろう。とにかく大野の幸せを祈るばかりだ。大野さんの誰にも縛られないような独特な雰囲気が好きだったから、活動休止はショックだったな。現在は新恋人の存在も報道されて、彼の中でも嵐の活動再開はそこまで現実的じゃないのかもね。ああ、私もアイドルみたいなイケメンと一緒に過ごしたい。もうこうなったら変身させちゃうか。えい、どーん、えい、えい、どーん、どーん、こっちみんな、ちれ。もうちょっと魔法鍛えてよ。俺の伸びしろ絶望的なんだから。